もりもりライオン株式会社おはようございます岩手を元気にする地域活性化番組その名もラジオ番組なのにもりもりライオン株式会社今週も始まりましたそれではもりもりライオン株式会社本日の出席を取りますはい私営業部長の桜く子ですはい人事部長の石川美希子ですこの番組はゲストとのトーク中に私たちがピンときたポイントに あおーと突然ライオンの鳴き声が響き渡りますよねそして番組の最後にはゲストに半ば強引に「もりもりライオン」株式会社にスカウトしてしまうという楽しい番組ですさあ今日も土曜の朝に元気に出勤してまいったわけですけれどもさくらさん今日のゲストはなんと私たちと一緒に出席を取りたいようなんですよね。ゲストの本間、ま、です <laughs> ありがとうございますいちょっとね今までにないハヤのはいいパターンでしたね,ねしたさあゲストの本間清明さんはいえー、本間さんはですね車椅子というハンディを抱えながら先日なんとハンドバイクという乗り物で150キロもの距離を走破された方でございますはい本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー150キロのルートーどこ走ったんですか まず出発がですねくのそうでですすね、ねちゃんそこからですねくずまき高原でそこを通りまして次がですね玉山の方に行きまして渋谷春子八千湿原岩手山ん綺麗なんでそこを通りまして小祝い牧場御所湖。 で、アイスアリーナ前を通りまして、で大通りですね。県庁前を通りまして、で最終的なゴール地点がですね、歴史民族文化センター。あ、森岡歴史文化館ね。あー、なるほど。そうですか。これは150キロのルートだったのそうですね。いや黄色に焼けてるもん。真っ黒ですもんね。そもそもチャレンジしようと思ったきっかけね。何だったんですか はですね、まあいろいろあるんですけど、うん、やっぱりその今までですねこんなチャレンジをです、ね、した時が自分自身もなくて、うん、でそこの中でその友達たちとですね、うん、何かやろうっていうことになったんですね。うんうん、でそんな中でですね実はこの友人のですね貴、うんえー、子とあの松峰っていうやつがいるんですけど、ね <laughs> えー、あの東京に行った時にですねオリンピック招致活動 それの中で、うん、その手でこむです、ね、ハンドバイクっていう。うんう あの、ものをですね、見てきて、うん、うん、で、そこのですね、あの、代表の方とですね、知り合いになりまして、うん。うん、で、今回、この岩手で、こう、何かやろうとなった時に、うん、でも、これしかない、とチャレンジをですね、あの、計画したんですね。うん、このハンドバイクっていうのは、まあ、ね、なかなか、目にしないですけど、手で込むやつなの。そうですね、これ、手で込むんですよ。いや、でも、本当にね、後ろ二輪、前一輪で、こう、ね、進むやつ。 みたいですけれども、時速これどのぐらい出るんですか最高で。そうですね、平地だとですね、十キロからで十五キロ、え坂道だとですねこの前マックス六十五キロということですね。うわすごい六キロ。私なんかエンジンが何んかついてて、それでやってるのかと思って手でこぐって。えじゃ坂道も全部ですね。そうですね。すごい。あいい筋肉してる。実際もう帰ってきてですね、腕がパンパンでですね。えー。 この150キロはその何,何日ぐらいかけてこれは3日かけてやるんですけど <laughs>、うん、でやっぱりその中で一つですねこのキャンプをやるっていうことがですね、うん、あの一番結構重要な部分であって、うん、でやっぱり自分がその障害者になってからですねあの何か泊まる時にですね、うん、やっぱりそのホテルでそのバリアフリーじゃないと言った嫌だとか、うん、そういう考え方って出てきちゃうと思うんですけどただその友達とか仲間がいればですねもう、うん キャンプだって普通に寝て全然関係ないっていうことをですね、ちょっと見せたかったんですね。じゃあそのお仲間の中にはそのやっぱり障害持ってる方もいれば普通に健常者でいろんな人たちがもう一緒になってうそうですね。いやあの二十七歳の時にね車椅子の生活になったってことなんですけどこれ病気だったんですか。そうですねこれは病気ですね本当になんか。 結構稀な病気ででして子供がなりやすいっていうですねあのポリオの摂取が一回中止になったっていう件があったと思うんですけどこれに該当してるちょっと長いんですけどね病名がですね急性性散脳脊髄炎要はあの自分のその菌を殺すえと細胞があるんですけどでそれがあの自分のですねその神経自体をこうあの ここはきてしまうっていうですね。うん、病気だったんですね。うん、それで両足が動かなくなる。そうですね。最初は本当にもう手も握力本当にゼロぐらいだったんで。うん、動かなかったんですよ、うんで。病院で寝っぱなしだし。うん、あともう何も考えられない状況でしたよね。ねうん、だってその二十七歳までは本当に、あのね。 みもな全然フットサルとかしたり、うん、あとは本当に夏場だったらあの、ねえー、相撲りしに行ったりっていうことをやってたんで、ね、んいやだからねこの事実っていうのをねやっぱ突きつけられた時って本当にうもう私たちなんかがね、うん、本当想像できないような<う>すごいやっぱショックだったと思いますし辛い思いっていうのもね今までしてきたと思うんですけれども。いや辛い 辛い思いっていうか、自分自身がもう何もできないっていうのが一番辛かったですね。うもう本当にトイレもできないし、起き上がることもできないし、飯も食えないし。本当にもうなんか、あの病院に入院している時はですね、本当にあのすさんじゃってですね。えー、飯はぶん投げるは暴言は吐くはですね、えー、本当に大変だったと思うんですね。なるよ。そ でもそんな本間さんがねやっぱり本当にねハンディー持った人たちにもこう勇気を与えたいということでこうやって150キロのハンドバイク走行なんかもねやってらっしゃる今のそういう活動につながるまでそのモチベーションを上げるきっかけ っていうのはねどういうところだったんでしょう、ね、そうですねやっぱりその自分がまだですね外に出れてない時にですね友人のですね松峰からですねうん、うん、ちょっとあのイベントで,です、ね、出てくれないかということで出たんですねまあランプアップっていう活動してるんですけどうん、うん、やっぱり自分が行きたいところにそのスロープを彼は軽装なんですねうん、うん、でスロープをですねお願いするんじゃなくてこっちから持ってってうん、うん 行行きたいい店にはいくんだっていうそのやっぱりなんていうかなハートの強さとかでそういうのを見てるとですねやっぱり自分自身もそうやって何かしら伝えたりとかですね何か変えたいっていう思いが出てくるんですよね。でそこで今回こうチャレンジするにあたってもいろんな協力をもらってですねやってきたんですねー。いやそそしてあとそのリリハビリ でねお世話になった先生たちとの出会いもなんかすごい良かったって,うてたそうかやっぱりその自分が一番その荒れてた時期にですねなんて言ったらいいんだろうあのめげずにですね本当に真剣にこうぶつかってきてくれるっていう<ー>あの心と心って本,<ー>本来その人と人とのつながりのそのね最初の部分っていう感じで来てくれたんで、うんうん、今考えるとその自分が。 こういう風に慣れた、そのきっかけなのかなっていうふうに思いますね。実にそのドクターとかも、その本当に人間味あふれる人で。<ー>あの、実はここで、あのルートを外れてですね。<ー>あの、リハビリセンターに行った時にですね。<ー>その、あそこの、あの七つ森の坂がですね。恐ろしく急なんですね。<ー>そこの上で旗を持って、で、<ー>もうわっしょいわっしょいって言ってですね。<ー>で、応援してくれてるわけですよ。 その上に上がった後にですね本当になんかギャン泣きしてですね先生がですね来てくれたのとこうなってくれたのが嬉しいって言ってですねいやじゃあやっぱりそのね人との出会いそうですねやっぱりその一番低いところからですね引き上げてくれた方々ですねやっぱりいやありがとうって感じですねありがたいですよ本当にこの出会いはですね いや本当以前と本当全くこう生活変わって車椅子の生活になってまたこう改めで気づかされたことっていっぱいあるかと思うんですよねそうですね人生観なんか特に変わっちゃいましたねやっぱりその普通の健常者である自分とその障害者である自分がですね二人いるんですよ頭の中っていうか体に やっぱりその自分がですね優しくしなきゃ相手がこう優しくされないとかやっぱり鏡なんですよねやっぱりだから自分が何かやるとかあの自分から話しかけるとかっていうことをもう率先してやろうっていう思ってでけどやっぱり外に出なきゃ人とも会わないし人と会わなきゃ考え方もいろんな考え方聞けないしやっぱそこの部分って一番でかいと思うんですね。まだそのやっぱり岩手県 内でもその移動手段としてその交通網がですねやっぱり整ってないっていうこともやっぱりあると思うんですよ。やっぱりその出れる環境をですねもっと整えた方がいいんじゃないかっていう考えですね。まず分かってもらわなきゃいけないっていうのも一つですよね。でこれを分かってもらって次はですね理解をしてもらおうとこれを。 でその一緒の考え方をその共有してですねあのいい街を作れたらそれでいいじゃないですか,、ね、だかそこの部分が一番いいとこなんで、うん、ならねどっちが悪いとかじゃなくて、うん、じゃいいものをやってこうよっていう気持ちで、うん、やっぱりこういう企画もやってるんで、うん、素晴らしいよねもうみんな外に飛び出そうよってねいやー言いたいですよね,<ー>にね家に行ちゃだめだ家に行ちゃあかんっていう。<laughs> いやじゃあちょっとあの今回150キロでしたけれども今後はねまたどんどん距離を合わしてねうすもうみんなからですね、うっ突っ込まれるとこなんですよ。<laughs> <laughs> 次はやっぱりその最初沿岸は考えたんですよ、うん、沿岸は百三十キロぐらいあるんですよね、うん、やりたいですねいや今そういうね輪がどんどん広がってぜひこれからも頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、今朝はですね車椅子というハンディを抱えながらハンドバイクで百五十キロの距離を走破しました本間清明さんにお話を伺いました本間さん本当に今日どうもありがとうございましたありがとうございました